はい、皆さんこんにちは、マイチャソです。で、今回も Wii スポーツパート3やっていきたいと思います。前回はベースボールをやりましたので、今回はボーリングをやっていきたいと思います。カーソルが毎回カーソルに翻弄されてるっていうね。はい、ボーリングをやっていきたいと思います。で、ボーリングとゴルフに関しては、エキストラはいなくて、それぞれ一人でやっていく感じになります。だから、テニスとベースボールと違ってね、相手チームがいないんで、一人で個人でどんどん投げていくっていうスタイルになります。では、ボーリング一人でやっていきたいと思います。はい、熟練度まだやってないんでねゼロなんですけども、 OK で、投げ方が B だね。 B でフォールドして前にこう投げていくっていう感じですね。で、 A で、カーブが投げられた気がする。で、そのままで、矢印のままだとストレート、そうで、 B を押したままじゃないと、 B を押したままの前に投げないとこうボールが落ちるっていうなります。で、あとは矢印で移動ですね。矢印で移動して、で、前に投げていくって感じですね。後ろに投げると、後ろの人たちが飛び回ります。ってことで、じゃあ投げていこうかな。冗談さておき。どうしよう。あ、やばいやばい。また、下手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 。じゃあ投げていこう。投げていこう。お、いいんじゃない？幸先。OK、ストライク。最初ストライク出しちゃうとさ、この後響くじゃんか。なんかね、そう、あ、球速遅くね球速遅くね。で、後ろ、ほい、あ、やばいやばい、遅い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 、落ちるかな、当たるかな、当たる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 、当たった、あ、当たった、よし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 、スペアスペア、いいね、スピード超遅かったけどオッケー、いいよ幸先。あー、一品残しはね、一番ダメ。そしたらストライクってなっちゃうじゃん。ボウリングね、もう最近やってないな、ボウリング。あ、やばい、あー、一品残しか、きっちい。でも48点か。皆さん、ボーリングとか実際にやったことありますかね？あるか。あるかな？そう、自分もラウンド1で一回投げたことが、何回もあるんですけど、スポッチャとか行ったことがあるんで、その時はもう、なんか周りはなんかそこまで、プロはいなかったんですけど、それこそ、カーブを、こういう風にかけ、られますっていう人はいたんですよ、うちの周りに。でも自分はね、どうしてもね、カーブがかかんなかった。全部ガーターそう、Wii のあれでは、ストライクとかスペアとか出してるけど、もうストライクとかはまれ10ゲーム中1回あればいい方。あ、やばいやばいやばい。スペアとかもない。当たれ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 、オッケースペア。もうね、ここまでね、トレンドはね、ないと思う。ないと思うっていうか、そう、ないね。どうも、今んところ、現実でやったら好成績だよ。本当に。あー、なんか変な具合に残っちゃったな。上に投げるとなんかまっすぐ行くみたいですね。あー、やっぱりなんだっけ、なんかピンとピンが離れてんの、スプリットだっけ。あれ本当にね、どっちも狙おうと思ってどっちも当たらないっていうね現実だと。そう、なんかなんていうのかな、上に投げるとまっすぐ行くけど、なんか下に地面ギリギリに投げるとなんか曲がっていくみたいですね。 OK、 そしたらまた地面にスレスレ投げていくよ。オッケー、ストライク2回ダブルダブル、よし、オッケー。
このさストライク終わった後さ点数が見えないのが嫌だよね。なんだろうと思って。でもさほらあのプロとかの人はさあのある程度分かってるだろうけど、その点数とか素人がやるとさ何点入ったんだろうと思っちゃうよね。あ今120点入ってんのかな。さ あくまで予想だけど。オッケー投げていく。よしよしよし、スペアスペア、ナイススペア。まっすぐ投げたいときはあの上まで上げた方がいいかもね。そうっす、スペアになっても点数見えねえんだよな。つったらここの3回は取りたいよ、なるべくなら。あーあー、いや一品ならもう一品倒れてほしかったな。よし、そしたら投げていこう。よいしょ、オッケースペアもろた。ナイスペア。お、今159点入ってんのかな、合ってんのかなそれで書いてあるから言ってるけど。よし、さあ最後ストライクかなって言うとストライクになんないんだよなオッケー、じゃあゲーム終了だね。何点入ったかな。あ、いや全然いいよ、177点。そこまで入ると思わなかったな。おお、伸びた伸びた、一番伸びたな。でもこれだけじゃちょっともったいないから、どうしよう、これじゃすごい動画短くなっちゃうな。そう、ただ投げるだけだったから、どうしよう。そしたらトレーニングのボーリングもやってみる。そしたらトレーニングのボーリング、あ、またカーソルが、カーソルが合わないよ、ちょっと。あ、いた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 。よしよし、そしたらトレーニングの、あ、いや、やめよう、トレーニングはトレーニングでやりたいからな。そしたらどうしようかな、もう一回、もう一回やるっていうのもな。あ、いいや、ボーリングやろう。トレーニングのボーリングを、ちょっと時間が短いんで、ボーリング、トレーニングのボーリングをやっていきたいと思います。1個だけでいっか、とりあえず、とりあえず一番上のやつをやっていきたいと思います。特別な並びのピン1段で倒してください。ひねりながら投げると、あ、はいはいはい、わかりました。トレーニングに関しては全然やってないからね、初見だからどうなってるかわかんないな。え、これ普通に、あ、多分これ5回ミスするとダメなんだろうね。そしたら普通にこういう風に投げたらいくんじゃない。うん、オッケー。ナイスロー。はい、あたす。え、これも、あー、うん、これも普通にこう投げて当てていくって感じだね。オッケー、いいよ今のところ。ナイスロー。でもボーリングってさ、学校とかでもさないからさ、あの基本的に高校生とかになってさ、まあ家族連れで小学校の時に行くっていうこともあるだろうけど、なんか一般的にそこら辺でできるものではないじゃん。そこら辺考えるとちょっと特別感あるよね。あ、やばい、残った。え、でもこれって、でもさ、これさ、これ普通に投げて当たんないのかな。え、当たんね、ちょっと待って、ちょっと考えよう。そしたらちょっと動いて、ここで投げてみる。ここで投げて当たんないかな。あ、当たった当たった当たった。よしよし、いいよ。そう、でもなんだろう、自分の周りになんか異次元的なスコアを出してる人っていなかったので、それこそ隣でずっと投げまくってる人とか200とか出してる人とかは すごいなと思ったりしますよね。やばいな、なんか当たんない、当たらないね。下投げて、これで当たるかな。おっし、オッケーオッケー。ナイスロー。136、一般的に考えたら1番に当てれば3番6番は倒れるよね、ストライク。そうそうそう、普通のピンで考えたらそうだよね。そしたらここでいいんじゃないかな、ダメなのかな。おしおしおし、いいよいいよ。ナイスロー。たまになんかどこかでスプリットとか出てくるともうお手上げなんだけど、スプリット当たんないから。あ、やばい、曲がりすぎた。あー、ダメだったか。やばい、なんか変に、なんか上に投げたら当たるかな。もう失敗ない。あー、おしおしおし、オッケーオッケー、もう失敗できないからね。2と8、まあ一般的に考えたらこのまままっすぐ投げればまあいけるよね。よし、うん、
いいねいいね。そしたらここで、あーやばい、あーダメだったか。終了。あ、銅メダルなんだこれで。基準がちょっとわかんないけど、じゃあこれで終わりだな。じゃあ次どうしよう、もうちょっとやっていくか。じゃあトレーニングボーリング全部やっていきましょう。で次投げ倒し、いずれずつ増えていくピンをできるだけ倒しましょう。ストライクを出せば得点が2倍になります。はい、わかりました。あーはいはいはい、これが一般的なボーリングだね。うん、これが一般的なやつだね。したら、え、これ普通に、普通にさっきみたいに投げたやつ、投げたように投げればいいんじゃない？あ、マジか、ダメだったか。15ピンね。これなんか、おし、いいんじゃない？オッケー。いいね、いいね。これもあれかな？あ、ここでかける2になるんだね。で、ストライク出すとチェックがつくんだね。あー、でもさっきの欲しかったなー。そしたら、あ、負けすぎた。あー、残っちゃったか。何ピン残った？ 5ピンか。で、真ん中に当たってればもうしょうがないよねってとこあるよね、ある程度。よしよし、いいよいいよいいよ、倒せる倒せる。あ、でもあと2ピンか、ちょっと欲しかったな。よし、投げていくよ。あー惜しい、あと1ピン、1ピンだったな。ちょっと1ピンだったらちょっと風でちょっとフーとかやればボールのピン、ボーリングのピンってそこまで軽くないか、ボーリングのピンそこまで軽くないから無理かもしれないけど、よし、いいんじゃない。もうさ、終盤になってくるとさ、もう倒れなくなってくるよね、だんだん。あ、惜しいな、また1ピン残しか。この1ピン残しもったいねえな。4ピンか。うんうんうん、まあでもいいんじゃない、いいんじゃない。でまだ3回、あと何、あと3回か。よし、いいよ。あー、ここまで来るとあんまり悔しさがない。よし、うんうんうん、いい感じいい感じ、いいよいいよ。でこれなんだよ、ここのところで、そう、知ってるとは知ってたけど、ちょっとここで、あ、ちょっとこれだと行き過ぎなのかな。ここで上に投げて、あのさっき後ろに赤いスイッチみたいなのがあるんだけど、それに当たると倒れる。そう、それに当たらないと倒れない。でもこれでいいのかな。これだとまっすぐなっちゃうもんね。これで大丈夫だったかな。もうちょっとまぐ、あーでもいいや、これで失敗した、失敗したでいいや。あ、ダメだったかな。おっしゃ、来た、これ倒れる上、よっしゃ。これもう完全に裏技なんだけど、そう、知ってるとは知ってたけど、そう、あれ、いけたかなと思って、もうドンっていう地震の影響で倒れるっていう裏技がありますね。お、銀メダル、いいね。これ全部倒すとあれなのかな、金とかつくのかな、ちょっとよくわかんないね。でも最後倒したからもう全然いいや、個人的に満足だわ。で、壁よけ、よし、壁よけやっていくよ。あー、うわー、これちょっと難しそう、思ったより。ちょっとこれ投げてみる、よいしょ。うん、まあ、最初はね、最初は倒せるよ、最初は倒せるけどさ、この後なんだよね。よし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 、いいよいいよ。これはただまっすぐ投げるだけ、よいしょ。よしよし、ここまではね簡単、ここまでは簡単だけど、これもさっきと同じ要領で投げていけば倒せるでしょ。 OK、 これだな。と
通るけど、あー惜しい、ちょっとかかんなかったか。コリア、これ取れるか。あやばい、難しい、いや難しいな。ここはさっきと同じ要領だと、あーダメか、やばい、ちょっと難しいよ、ちょっと難しいな。これでダメ？お、いいんじゃない？オッケー。やばいな、ちょっと障害物が本気出してきたな。よし、投げましょう。よし、これはいけんじゃない？オッケー。ちょっと心の声がもうここで終わったみたいな感じの出てるけど。これどう投げる。おお、でも通すと、うわ絶対ここで終わると思った。ナイススロー。ちょび当てだったらいいんだね。あ、これで前に行くこともできるんだ。え、でもこれってさ、え、でもこれってさ、普通に前に投げたらいかないのかな。よいしょ。あ、やばい、狙いすぎた。あと1回だよ、あと1回倒さないと。おし、オッケー。これどうやって当てればいいの。これ本当にギリギリじゃないと無理じゃない。こういう、あー狙いすぎた、ダメか。よし、じゃあ終了ってことでね。あ、銅メダルだ。おお、いいのかな、成績的にはいいんだ。ここまでいかないのかな。じゃあ今回これで終わりですね。はい、てな感じでボーリングとあとトレーニングのボーリングやってきました。で、テニスとベースボール あのトレーニングができてないので、またそれは次回やっていきたいと思います。ってことで今回は終了です。ってことで戻りましょう。はい、いかがでしたでしょうか、ボーリング。今回は成績はそこまで悪くはないのかなって思います。ほんと現実でのボーリングはスコアが100もいかずガーターだらけなんですけど、その非現実的なねものもね楽しめたんで、今回は良かったかなと思います。昔のゲームでもねやっぱり面白いとこってありますよねってな感じで。まとめられたかどうかわかんないけど、ってことで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。